皆さんこんにちは、エキスパンション夏目です。今回こちらガチャレンジ召喚アイコニック男。なんと今までのエキスパンションマークシンボルがね、全部ずらーっとこう載ってるわけなんですけども、これ皆さんどれくらい知ってますか？今回ちょっとシンボル、この話をしていきたいと思います。まず今回第1回目デュエルマスターズの始まり基本編、この4つのマーク見ていきましょう。はい、ではやっていきますけども、基本編は5段まであるんですけども、1段がねマークないんですよね。ノーシンボル、何もないので、これは2段からになっております。デッキとかさ、あと今でいうエクストラパック、ドリームパックとか、そういう特別なパックも全部ねマークあったんですよ。ただこれはね、普通のこう拡張パック通常段しか載ってないんで、ここに載ってないマークもねたくさんあります。これ全部終わったらそれもやろうと思います。せっかくだから一個一個歴史を振り返るじゃないけども、このパックはこういうカードがあってとか語っていけたらなと思います。というわけでまず1段からいきましょうか。1段といえばやっぱりこうデュエマの始まりということで、今でもね使われるカードとか、そういう汎用系のカードが結構多いですね。スパイラルゲート、殿堂入りカード強いね。強すぎてデュエプレではスパイラルスライダーになってますけども。そしてデーモンハンド、最近はもういろいろ強いカードが出て、こうデーモンハンドを使うっていう機会が昔に比べて減ってますけども、あとツインパクトもあるしね、これを使うっていうことはあんまないと思うんですが、やっぱりねシンプルに強いよねデーモンハンド。でナチュラルトラップ、自然のトリガーっつったらやっぱりこれだよね。いろんな新しいカードが出てだんだん出番は減ってますが、でホーリースパーク、ホーリースパークなんかはねもうスパーク系がめちゃめちゃ種類あるんで、やっぱクラシック以外ではちょっと厳しいかなっていうところなんですけども、デュエプレでねこういうの出てるんでコレクション需要とかは高いかなと思いますが。そしてまあやっぱ強いね、シンプルに強いハンデスの代表格ゴーストタッチ、アルトアートとかもいっぱい出てるしね、なんだかんだずっと強いですねゴーストタッチは。タッチも実は1段から。そしてクリスタルメモリー、これもツインパクトもありますけども1段からあるんだもんね。好きなカードを1枚サーチ、いや大好きなカードで、サイバーブレイン、もうぶっ壊れプレゼンなんでぶっ壊れですね。4マナで3枚ドロー、昔はね特にドロー系に多いねぶっ壊れてるカード、その辺の調整があんまりうまくいってなかったっていうことで、ドローの重要性がね、最初始まった頃はあんまり分かってなかったっていうことで、で、これはちょっと個人的に好きなんですけども、シビリアシだけ、デュープレでもよく使うしビートでよく使いますよね。シだけ実は1段。そして聖堂、これはもう使ったでしょ。今はねやっぱ出番少ないかもしれませんが、やっぱり聖堂は使うよね。1段からありました、聖堂かなりお世話になりましたね。そしてお待たせしました、ちょっとエキスパンションマークのアイコンの話なのにすいませんね、2段これです。なんかベイブレードみたいな感じだけど、これ第2段、2段から進化クリーチャーが追加されました。スーパーレアが全て進化クリーチャー、この段から進化クリーチャーが登場。デュエプレでもおなじみですね。この3枚は最初にもらえるデッキに入ってるんで、ちょっとこう評価がね低めな感じですけど、ラディアバレ普通に強いけどな。で、これ普通にデュエプレでもスーパーレア、シークレットもありますけども、パラディンと2つ牙、デュアルファングはやっぱこうよね、王道だよね。聖堂からのデュアルファング、マナブースト、やっぱ初期はかっけえな。デュアルファングもいいね、かっけーぜ。でブロッカーを戻すパラディン、やっぱクリスタル系は人気高いよね、リキッドビーブル、そんな感じで2段のノーマルがねロストソウルとかね、2段でロストソウル出てました。強い、やっぱり強い、強すぎてデュエプレでは8マナになってますが大好き、かっこいい。そしてバーストショット、そう火のトリガーがね、非文明でこのよく使われるトリガーっつったら、地獄スクラッパーなんですが、スクラッパーはね結構遅いんですよ。ジェネレートギア1段なんで、みんな大好きこの1000枚コンプリート、フルコンプリートパーフェクトブック、この時に転生編出ますよっていうね、デュエマが生まれ変わる、クロスギア登場みたいな感じなんで結構遅いんですよね。これが出た時にジェネレートギア始動っていう感じだから、割と遅めでございますスクラッパー。そしてみんな大好きクリスタルランサー、これはもう切り札の人多かったんじゃないですかね。ランサーやっぱかっこいいよな。で
みんな大好き、シザーアイ先輩。続きましてが、三段。三段はこういう、ちょっと炎っぽいよね。ぼーってこう燃えてる感じ。これが三段です。三段はね、レアカードがね、ちょっと、かなり弱え。なんだけど、ノーマルがね、めちゃめちゃ強いんですよ。後先っていうか、後からめちゃめちゃ強くなった、上がったカードが多いですね、三段は。スーパーレアどんな感じかっていうとね、まあ、ちょっとチラッと見せると、まあ、こういうミーアとかさ、ギリエルみたいなもう純バニラ。まあ、ダブルブレーカーついてるけども、もうほぼバニラよね。で、あとよくわかんない魚。こういう感じなんだよな、三段って。なんだけど、ノーマルバカみたいに強いんだよ。まあ、ちょっとレアカードはね、今度まとめて紹介しようと思いますが。あ、でもベリーレアはいいカード多いかな。まあ、ジャック・バイパーとかは結構強いんじゃねえかな。まあ、レジェンダリー・バイロン。あの、某救済者の方がすげえ使ってますけども。まあ、ジークとかも強いしね。あと、イラストがすごい好き。ジャバハ。まあ、そんな感じ。ノーマルがやべえ。まず、エメラル。電動カード。強いね。軽いし、シンプルに強いっていう、エメラル。そして、ストリーミング・シェイパー。ぶっ壊れだね、これ。4枚表向きにして水をすべて手札。いや本当にね、昔はもう水が強すぎたね。ドローがおかしいっていう。でスナイプモスキート、まあ、ぶっ壊れってわけじゃないけども結構個人的に好き。まあ、デュープレでよく使ってますね。で新緑の魔法陣、一時期ねちょっと高騰しましたよね。でデフォーマー、これもねちょっと一時期上がったりとかっていう話聞いたんですが、結構ねマニアックなカードが多いんだよ三段は。すげえマニアックなさ、一見なんか、使いづらそうって思うんだけど、まあ、これはシンプルに強いけど、テクニカルなカードが多いね。マニアック。で、後々こう、上がるっていう、強えってなって、後々上がるカードが結構多いかなっていう。あとこれね、忘れちゃいけない。デビルドレーン。そう、こういうのがね、あるんですよ、三段は。後々化けるっていうさ、デビルドレーンなんでこれどうやって使うのみたいな感じだけど、こういうマニアックなね、後になってやべえカードが、替えの効かない強いカードがあるんですよね。で、まあ、あと逆転のオーロラとかね、こういうこれ同じ段だからね、なんかシールドをいじるっていうのが多いね。というわけですごいメンツだなこれ、やべえな3段のメンツで。続きまして4段、4段がなんか指輪みたいな、なんか千年アイテムっぽくない？遊戯王の千年アイテムっぽい。これこういう感じ、指輪マーク。4段はもうみんな大好きね、アルカディアス。かっこいいね、精霊王アルカディアス。そして、やっぱりドローがおかしいね。アストラルリーフ。ね。まあ、最近解除されましたけども。やっぱ強えよな。2マナ4000、進化3枚ドロー。強え。やっぱり強え。で、まあ、スーパーレアが、まあ、これまたみんな大好きだよね。バロム。悪魔神バロム。バロムみんな大好きでしょ。で、あとはね、まあ、フレーバーテキストでよく登場する、フィオーナ。ね、フィオナの森。個人的にイラストが好き。ガルクライフ。これかっこいいよね。この和風な感じがね、すげえかっこいいんだよね。日本のこう、妖怪みたいなさ。かっけえよな、これ。で、ノーマルもね、これまた強いんですよ。この、まずさ、これが並んでる時点でやばくない？何この並び。えぐくね。代表格だよね、デュエマの。ノーマルもね、すごいんすよ。アクア、ドロー壊れすぎ。まあ、やっぱ最初の頃ってね、ゲームバランスとかわかんねえからさ、こうなっちゃうよね。デュープリではほぼセブクワカマンですけども、3枚でも強いのにさ、これ5枚ってお前どうしたっていう話だよね。でハイドロハリケーン、個人的にねすごい好きなんで。ハイドロハリケーン、光文明と闇文明がテーマのパックなんで、まあ、だからアクアンとかね強えんだよな、これも大好き。で飛車男、まあ、シンプルに強いね。デュープリでよく使います。まあ、紙ではあんま使わねえか、さすがに。まあ、でもいいよね、やっぱ記者男ね。で、悪魔の契約。ちょっと最近上がりましたよね。まあ、アイフォーミュラの時とかも使われたし、まあ、最近ちょっと値上がりしました。そして最後、こちら、5段。面白いね。五角形で、サバイバーのマーク。基本編最後の段でございます。5段といえば、このマークにもなっております。サバイバー。ね。サバイバーが登場しまして、まあ、みんな大好き。この辺のクソデケークリーチャーたちが、シリウスだったりね、アトランティス先輩、グラディアンレッド、こういう感じでね、でけえのがね、バカでけえのがね、出てくるんですよね、5段、スーパーレア。5段はね、こいつがいるんですよ。ドン！アクアサーファー。トリガーのね、代表格、アクアサーファー。デュープレでもめっちゃ使ってますけども。
あ、全部6マナなんだね、これね。トリガーで強いっつったらこうなるのかね。6マナっていうのがちょうどいいのかな。あ、でもスクラッパー7か。やっぱ、こっちの方が見栄えいいな。全部6。デュープルだわ、これ。いいね。まあ、サーファーもね、今、他にも強いカードがあって、ちょっと出番は少ないかもしれませんが、ドッキングパックでさ、これ、完全上位互換じゃねえかな。こいつがいるんで、使うとしてもこっちになるよね、多分。サーファーも長いことね、すごい使われてましたけども。種族も一緒だもんな、リキッドピープル。完全上位な感じがしますが。まあね、やっぱでも、サーファーすごい思い入れあるからね、ずっと使ってたから。というわけで、基本編。まあ、ちょっと1段はないけども、ここ映ってないけども、1段から5段まで見てきました。次、インビンシブル、6段から9段まで。それではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。みんなはどれが好きでしょうか？このマークが好きとかね、このパックに入ってるカードが好きとか、なんかありましたらぜひコメントください。それでは、さようなら。